ャパンツアーっていう、こう13歳12歳の子が、柏レイソルさんとか、そういうアカデミーの子たちと戦う場に遠征に行くんですけど、コーディネートも任してもらってるんで、それは多分自分にしかできない仕事で、プロでやらせてもらってたとか、日本人の特徴も自分の中で分かってますし、ニュージーランドの子がやっぱりその日本人のきめ細かさとか努力し続けることっていうのを学んでほしい、それを教えられるのは僕しかいないと思ってるんで、そこにその魅力とか価値を最近気づき始めて。